本日のテーマは、その恋ってむしろ終わらせた方がいいんじゃないの？という恋がどんなパターンなのかっていうのをご紹介していこうと思います。早速結論をお伝えすると、終わらせるべき恋のパターンをご紹介すると言っときながらなんなんですが、こんなものはありません。綺麗事じゃないです。勇気を出して告白をして、終わらせよう。もう卒業式だな、会えなくなるから、この恋を綺麗に終わらせるために告白だけ最後にしよう。自分の好きな人が移動しちゃうから、悔いを残さないために、告白しよう。覚悟は立派なんですけども、終わらせるために行動を起こすというのはダサすぎる。自分の気持ちの整理のために相手を利用してると言っても過言ではないんです。告白をしました。断られました。はいっきりみたいな感じ。相手はドヨーンですよ。今日の動画は実は皆さんにメッセージを伝えたかったんです。そのメッセージというのは、すべての恋は成就させるために動いてくださいということです。絶対に告白を成功させてやる。思って準備するんですよ。見た目を磨いて、内面を磨いて、トークテーマを磨いて、ちょっとでも面白く相手に話を伝えるために話し方を工夫しようとか、さらには付き合った後に相手とこういうところに行きたいな、ああいうことをしたいなとかっていう、付き合った先にイメージするものがあるだけで、その関係って長持ちするんですよね。一か八か当たって砕けろって、自分の気持ちにけじめをつけるために告白しようと思って、お相手に対して唐突に告白をしてしまう。相手からしたらさ、急にあ、ちょっと体育館の裏に来て、おお、何どうしたの、いや前から好きだったんだけど、よかったら付き合ってくれない、え、お前俺のこと好きやったん、そのこと急に言われてもな。告白する側は何日も考える時間があっただろうけど、俺にとってはこの一瞬しかないんだけど、なんか不公平だな。え、これで振ったらすっきりしてさよならしていくんでしょ、え、でもさ、これで OK を出したら、え、俺これ卒業した後別の学校に行くんだけど、この辺どうお考えですか、むしろ聞きたくなるよね。どうせ無理だからすっきりするために告白をするとか、ダメ元で言ってやろうっていうのは、その先のビジョンがなさすぎるから、告白される側を困らせるだけになってしまうんですよ。本当に自分が好きだなと思いを寄せる人が、ちょっとでも幸せになってもらいたいと感じる優しい心を皆さんが持ってるんだとしたら、相手の判断の負担になるようなことはしてあげるべきじゃないですよね。そんな卒業とか転勤とか引っ越しとかね、切羽詰まった状況で告白をする、わかるよ、いなくなるかもしれないから踏ん切りをつけるために告白をしたくなるという気持ちはすごくよくわかるんだけども、相手は困るよね。だから皆さんの告白というのは、ダメ元じゃなくて、うまくいかせるぞ絶対って思いながらしてほしいんです。そのために工夫もすることでしょう。相手にとって唐突感も出ないはずです。デートに誘ったりするから。卒業とか転勤とかギリギリのタイミングじゃない、その先をイメージしやすい環境で告白をすることもできると思うんです。非暴力で有名なガンジーが言ってた言葉なんですが、明日死ぬかのように生きよう、永遠に生きるかのように学べっていう言葉、いい言葉ですよね。後悔しないように生きろというメッセージでもあり、だからといって無計画に自己中心的に生きろっていうわけではなくて、永遠に生きるがごとく将来のことを考えろという風に伝えているんです。未来を考えながら今決断しろと言ってるんだと僕は解釈しているんですが、これを今僕が恋愛風に置き換えると、明日付き合えるかのように誘え、永遠にそばにいるかのように愛せと表現したいなと思っています。今このタイミングで告白とか無理とか、まあまあタイミングが来たら告白しよっかなとか言ってるやつは、いつまで経っても雑魚、行動なんかできない。相手がいなくなってしまうっていうタイミングで焦りの感情が湧き起こって、早くなんとかしなきゃっていう焦燥感から来るアクションでしかないんですよ皆さん。そういった短期的な恋愛感情じゃなくて、長期的な恋愛感情っていうのを見据えて、ずっと一緒にいる可能性がちゃんとあるんだって思って恋愛のアプローチをすると、自分のことを相手にアピールするときも、見た目とか上っ面のアピールだけじゃなくてさ、もっと内面的に自分の価値観とかを相手に伝えとこうって思うでしょ。逆に自分の好きな相手も表面的な情報じゃなくて、もうちょっと深く知りたいなというふうに思うはずです。だってずっと一緒にいようって考えたら、表面的な情報だけでね、お相手を選んでしまうっていうのはリスク高いじゃないですか。なんでね、今日はつらつらとたくさんお話をしましたが、僕が皆さんに伝えたかったことは、終わらせるべき恋なんかないですよ。振られることが前提の恋愛のアプローチっていうのもダサいんです。告白に成功して、その後も末長く一緒にいるっていう大前提のもと、自分の深いところの魅力を伝え、相手の深い魅力に気づき、そして相手のストレスにならないタイミングで告白をする、焦って告白をして相手を困らせて振られてスッキリみたいな恋愛っていうのは許してください。そしたら何が起こるかというと、皆さんが囚われ続けてきた上辺だけの恋愛っていうのから解放されて、みんなは自分の人間性っていうのを伸ばそうという努力をし始めることができるようになるんですよ。もっともっと恋愛スキルを身につけたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録をして他の動画を見ていってくださいね。ということで、また会いましょうね。アディダス。